さあ、ホンダまだ安心できる点差ではありません。アキトは2400点差。まあ、テンパイ組まないといけないですよね、ホンダは。テンパイ脳天で変わってしまいます。あ、はい、こういう時僕あんまり上手くないですよね。そうなんですか。ホンダさんの立場の時上手くないです僕。またまた、そんな。いや本当です、本当です。5ブロックで親の先生リーチ打っときゃいいだろうっていうのが、リーチ打つまでが仕事だろうみたいなのが意外と上手くないです僕。ほう、世間が思っているより下手です、はい、他が上手すぎるってことですかね。いやいやいや、とんでもないです。本当にね、どっか置いてきちゃいました、なんか勉強してる時に。後ろから追い上げたり、いろいろ策を尽くす方が得意っていうことですかね。はい、うん、秋はこれでイーシャンテンになっています。本田さんの手で、はい、あの9万の時1打ちます？打ちそうっすね。あーリーチの見ます。てか なんで俺が教えてんの。いつも教わってんじゃないの。石橋さんほらぶっちゃけ、はい、あの変な悪い言葉に聞こえたら申し訳ないですけど、はい、ズーズーしいリーチ得意じゃないですか。うんうん、そういうことです。なるほど。すごいズーズーしい、なんかカンチーピンとか得意じゃないですか。あんまりうまくいかないですけどね。そうなんですけど、うん、そこに下ろされちゃうんで、うん、でもこの曲は結構大事ですよね、そのリーチ大事ですね。ただね、心理的にはなんか親かぶりが嫌だなーって。ああ、リーチした後に、なるほど。もう単用でしょ。単用ドラーカー5800マックスでいきますか、はい、これは、ね、泣いても大丈夫、はい、うん、もう泣く前提でね進めると思うんですよ ね、 そうですね。テンパンないとまくられちゃうと、はい、あちさんスーピンうまく逃がしたね。早いと。そうですね、今の両面固定でスーピン ね、 ね、ホンダが欲しいところでした、はい、チーピン泣きたいね。本田さんチーピン泣きたい。この伸びはねいらないですね。上切ってますよ。いや残す手はあったんですよね。パーマンをあの時に9番を残してれば。あ、そっか、あ言ってましたもんね。僕言ってたでしょ、6789、うん、6789に普通に引くだけなんで、5万を引くだけなんで、うん、あ、来た。これで観音間のテンパイ闇天です。役はありません。これで、はい、U は、はい、アクションリーチ棒が出たらリーチとか、つもぎで追っかけとか、なるほど、この後選択がある、ま、そうですね。観音間のままじゃちょっと行きにくいですけどね。ドラ表示配管ちゃん、うん、でも手代わりあんまりないや。ないですね。来た、帰ってきた。振り手にならない。ソーズ切れば三ウソ、どっち切ろうか。差し子か。さあ、秋はスーソー引いたら、うん、秋2400点差なんですよね、はい、ちょっとだけ条件がある。2500、これ天敗の点でトップありますね。スーピン来た。これで一瞬点スーピン、ルーピンだよ。あーすいません。あーすいません。たまにあるやつだね。思い込んだね。思い込みました。あるよ。当たったかって思ったら、テンパイ、イーシャンテンだってなった。全然ある。すいません、ありがとうございます。僕なんかしょっちゅうだから。すいません。チュンとリャンズを間違えた時は笑われた。優しい。フォローが優しい。さあ、村上がこれ結構高い手のイーシャンテンになってきましたよ。ウーピン引けばいまん。ホンダはハネマンかぶると、トップから落ちちゃう。そうです、ハネマン以上ですね。うん、村上セーフ。そう、村上さんがウーピンを引いた瞬間に相当寒いですよ。そうか、はい、バイマンかハネマンになっちゃうんで。本当だ。村上さんのウーピンがどうだ。親株ではね3000、6000から本田は秋の下になります。3色ドラドラでもね、バイマン積もったら村上素天大回復。そうか、パーピンでもバイマンだ、なんでもない。いや、ウーピンが、いや、テンパらないよ。パーピンでもハネマンだ。これもうないじゃないですか。もう厳しい、いよいよ厳しい。本田きついな、あと3回積もう。ただユウさんはそのテンパってるんで、はい、形壊さないというか、なんて言うんだろう、いらない牌切ると思うんで、はい、地位できそうですけど、うん、しかも頭今泣ける牌が出てないですね、うん、はい、しかもこの点差だとね、着浮上を狙うと思うんですよ、はい、ユウは、はいはいはい、なんで、はい、秋が脳天っぽいなとかそういうのもあると思うんで、あ、でも秋が脳天っぽかったらホンダ伏せるし、あれ、いや、秋が脳天でもホンダ伏せれない。張ってたら伏せれない、うんうんうん、まだ ね、 ね、天敗脳天は親から開示していきます。なので本田はね、よっぽど秋が脳天という確証がない限りは伏せられません、ね、秋さんがポロッとシャーペーって見せない限りさすがに、はい、伏せれない、はい、しかもあれだ、日本馬になると U はあの羽根つも同点トップですね。あ、オリタップ、そう、ね、条件が緩和されますね。オリタップ、今のペー、あら、今のペーオリタップですよ、はい、2枚あるペーを話していきました。本田さん、これでも張れないから、本田さんこれ脳天トップありますよ。チーピン出ましたよ。だ、いやでもただまだテンパイじゃない。脳天っぽいけど
やっぱ天杯に行くじゃないですか、うん、そうですね、前に出てうわー脳天だよと思っても秋も脳天の可能性はあります。そうですね、これそうだね、ペイ切っちゃうとこれ結構天杯きつくなってきましたよ秋。よっぽどダマ点が入ってそうとかがあったと思うんですよね。チーだ、テンパイだ、突破張っちゃったよ。え、これスチーピンです、スチーピン待ちです。突破だよ、しかもこれ高いですよ、高い、すごい、アキさん浮いてる。まあ一旦ペイでこれね、もう一曲やりたいんでテンパイのフリしたいですよね、はい、まあだけどまあでも分かんないか、考えてペイ打ったとこでテンパイかもしれないですもんね、うん、そうですよね、うん、さあちなみにスーチーピン山にはありません。これ危なくない、スーピン危ない、スーピン触った、ここ触った、いやここでは切んないでしょう。この後もう一回切り番くるペイ取っとこうってなる、スーピン切りそうじゃないですか、これ危ないです、触ってますよ。なんかだって石橋さんの理論で言ってここでペイ切ったら脳天バレちゃって伏せられちゃうって今考えたはずなんですよ、だからスーピンぐらい押しとく。いやただ結局、はい、ペイを考えて切っても、うん、テンパイのこともあるよねって秋の中でなったと思うんですよ、うん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 、あるの自敗だとありそうじゃないですか。だから例えば残党っぽい牌を取り落としたとかだと、あ嘘取った嘘取った、はい朗報です、これは秋にとって朗報ですね、はい、でも伏せられる何秋さん変な構えしたよ、3ピンピン秋さんウーピン切ろってこと何で、今度パーマンを持ってきてちょっと考えてますよ、まあ、ドラマタギの牌ではありますが、秋が脳天だったらアンパイ切りたいのか、そうなんです、いやでもイシャンテンでテンパイするかもしれないからね、はい、うん、そうなんですね、残り10名、はい、あと1回あります、そこで秋がテンパイしたらと思うとやはりこのテンパイは取らざるを得ないか、もう伏せれないってことですよ、はい、秋さんのこのピンズのこの動きは何って話ですよね。これなんかね、スーピンと3ピンウーピンとなってますけど、スーピンチーじゃないですかなのかな、しかしここで安全そうな範囲に切り替えていきます。これどうすか、いい線見物、これは相当脳天っぽいですけど、どうですか伏せれますか、勇気あり、これ勇気いりますそっか、本田実際ここで伏せてもトップ確定です、秋が実は天敗していない、いい想手出しは、はい、どうなの、えっとね数層が例えば4枚見えてたりしたら、はい、めちゃくちゃ脳天っぽいですけど、左右は天敗、数層のスライドがあんまりないです。さあ本田は伏せた、伏せた、伏せた、すごい、これはすごい、秋の脳天見切ったか、安堵の表情、本田天敗系を伏せてトップ取り切りました、本田個人最速 6勝目を達成です。スーソー3枚切りでスライドがあんまないんですよ、あのイーソー、うん、なんかウーソーかなんかスパンと言っとくのもありだったかもしれないね、でもすごいね、いやでもそれをね読み切った本田がお見事でしたね、はい、すごい攻防戦を最後に見させていただきました、